山本周五郎作楽天旅日記その第13章再び屏風の絵と教習。淳次郎にはその出来事の経緯は了解しがたいものであった。彼が初めに感じたのはその騒ぎの指揮者と見える女性が図抜けて美貌だったということである。綺麗な婦人だな、実に美しい。あんな婦人は見たことがないな。こう思って淳次郎は多少うっとりした。私は枕屋のお民といって、この街道じゃ少しは名を知られた女だ。見損なっちゃいけないよ。婦人は左手にシュラウのキセルを持ち、右手を懐に入れたままこう言った。白っぽい滝島の着物に紫色の襦袢の襟、すんなりとした肩から大柄の斑点がずり落ちそうになっている。髪は後ろへぐっと下げて束ね、そこへかなり大きなサンゴ玉のかんざしが差してある。顔は面長であるが、柔らかそうな二重顎で、柔らかそうといえば体中が嫌に柔軟に見えるが、怒っているのだろう。目尻の切れ上がっている美しい目がキラキラとすごいように光って見えた。これまで酒一本飲んだことがない。よれば馬をつないで縁台の橋を借りて茶を一杯、麦飯の結びを食って二文が茶台を惜しそうに置いていく。どうせたかが水飲み百姓、こっちはおほどこしのつもりでいたところが、どこで拾ったか珍しく銭の音をさせてきた。酒と言われた時にはこっちがびっくりさ。それで帰りやいいものを居合わせた文字と柄にもないサイコロをいじり出して、たかが一分がとこ負けたと思うと、いかさまだなんぞ聞いたふうな世まい事をわめき出しやがる。いいかい、ご賢者やでも枕屋のお民はちった人に知られてるんだよ。私の店でいかさまをしたなんて言われちゃう。大体としてこのような演説をした。めらかにスラスラとやる。まるで暗記した文句が何ぞのようによどみがないので、これにも淳次郎は相当に感心した。よくわかっただよ、この人は酔ってるだ。まあ堪忍してやっておくんなせえよ。自然薯掘りの老人が頭を下げながらこう詫びた。まだ籠を背負ったままの小さな体で地面に倒れている男をかばいながら、こりゃ山下の吉蔵といって、おらが近所の人だが、たまった年貢を納めるためにかわいがっていた16になる娘の身を売った。それからこっち酒を飲むようになっただが、決して悪気のある人じゃねえ。そんなこんなついやけになって酔いもするだ。酒になれねえものが酔った上の寝言、ほらが謝るだから勘弁してやってくだせ。ほら酔って言うんじゃねえぞ。地面に倒れている男がわめいた。ほら酔ってやしねえ。いかさまだからいかさまだと言っただ。こんな世の中にはもう生きている甲斐はねえ。ほらいっそ死ぬ方がいいだ。さあどうにでもしてくれ。そんなこと言って吉さん、おめえかみさんや子供たちをどうするだ。つれえのはおめえ一人じゃねえ、みんなつれえだ。ここでおめえがやけになってかみさんや子供たちはどうしたらいいだ。ほらが謝っただから、もう黙っておとなしく一緒にうちへ帰るだな。みんなが待ってるだから。そうし、足元の明るいうちに帰るがいい。百姓は百姓らしく田んぼの泥でもいじってればいいんだ。お民という婦人はこう意見を加えた。二度と人並みな真似をするんじゃないよ。縁起の悪い、なんてこったろう。ちっ。一種の殺草たる風情でこう舌打ちをした婦人は、うちへ入ろうとしてふとこっちを見た。そこに立っている淳次郎をちらと見て、おやという表情になった。もう一度ゆっくりと見直して、そうして目と唇とにほとんど優雅なくらい
あでやかな微笑を浮かべた。まあいらっしゃい若旦那、お珍しゅうございますね。どうぞこちらへ。お民はこう言って、その目でこちらを縛りつけるような表情をして、そうしてスーッと店の中へ入っていった。純次郎はその店へ入って、むやみに赤い色のゴタゴタしている部屋へ座った。自分ではそうするつもりはなかった。またお民の目の特別な作用に惹かれたわけでもない。半分は生い立ちの習性、半分はどうぞこちらへという招待に応じただけである。お答えお入りなさいな。山は冷えるから昼中からこたつなんですよ。さあもっとお寄りになって。お民はまめまめした動作で彼をこたつへ入れ、それからお絹やとかおかんをつけてとか言い、また部屋を出て行って、向こうの部屋にいる人間に何かささやいて戻ってきたと思うと、また立って行き、ああそうそう、お風呂を早く沸かしておくれと言ってから、タバコ盆とキセルを持ってこたつへ入り、急に、あらやだごめんなさい、こんな汚い顔して、いくらか顔をあからめるような風で部屋の隅の鏡の前へ行って、ぐっと襟をくつろげて手足こくおしろいを吐くのであった。比較的に言って、これらの多忙な挙動は彼に対する好意の提示らしい。立ち居の身振り、手真似や指の反らせ方、顔をかしげて目尻で見る流し目、すべてが巧みに生めかしく色めいている。好ましい優勢に対する姿勢の強襲、いわゆる濃殺的死体を惜しみなく発揮しているわけであるが、ここに残念なのはそれが相手に通じないことだ。純次郎は漫然と前方を見ていた。そこにたまたま二枚折りの袖屏風があり、半ば裸になった女性の絵が描いてあるので、何という気持ちもなくそれを眺めていた。あら、嫌ですよ若旦那。そんなにご覧になっちゃ恥ずかしいじゃありませんか。そっちへ向いてくださいな。ダミはこう言って、広げた襟足を急に隠しながら、振り返ってこちらを睨んだ。ところが、若旦那はそちらを見てはいない。きちんと座って前方を眺めているのである。お民はその目を追って袖屏風のあるのに気づき、いやと綺麗な声を上げ、しどけなく裾から白いすねを出して立ち、そうして袖屏風を折って脇へと片付けた。いけない若旦那ね、こんなものご覧になっちゃダメよ。そこにあったんだよ。純次郎は自虐として答えた。そこにあったものだから自然と見えただけなんだよ。落ち着いていらっしゃること、憎らしい。お民はもう一度睨んだが、もちろんあの鉄ヶ岳などの睨むとは別種のもので、愚眼の死が見たら相当心臓に影響を受ける程のものだ。彼女はそのように睨んで、今片付けた袖屏風の方へ振り返った。でもいかが、あの絵、あれ私なのよ。ほう、お前絵を描くのか。いいえ、あの絵の女、あれに描いてある絵の女が私なの。あ、恥ずかしい。お民は生めかしく上体をひねった。加納なんとかっていう絵師が描いたんですよ。江戸では大名絵描きと言われて大層有名なんですって。そうね、もう3年になるかしら。その頃私金谷にいたんだけれど。ああいいよ、持ってきておくれ。ムクムクと肥えた女が広蓋を持って入ってきて、そのままこたつの上へ置いていった。これがお絹というのであろう。去って行ってからも安油とおしろいとその他の刺激的な匂いの入り混じった、ちょっと頭の重くなるような香気がいつまでも残っていた。さあお一つ、上がれるんでしょ。うん、上がるよ。いいご挨拶ね。はい、お持ち遊ばせ。純次郎に酌をして、
自分は手弱で、そうして表情たっぷりにお民は続けた。そこで、カノーという絵師が私を見初めたのよ。こんな綺麗な体は珍しいって。坊主頭のいやらしいじいさんだから、私振って振って振り通してやったの。そうしたらね、それじゃあお前の体を絵にして持って行きたいからって、小判5枚。お金より自分の絵が見たかったから承知して写させてやったのよ。いやらしいじじいったら、しまいには人を裸にしていろんな風に寝ろの起きろのって5日ばかりかかって書いたかしら。あれはその中の一枚なのよ。どう？私に似ている？うん、よく見なかった。じゃあ見せてあげましょうか。あの絵と同じ格好になってみるわ。待ってね、若旦那。純次郎はうんとうなずいただけである。あらましに行って彼にはお民の言うことがほとんど理解できない。早口でもあるし、身振りや表情が絶えずキラキラ変化するし、第一に彼女が自分を若旦那と呼び、よほど親しい知己のように扱うが、こちらには記憶がないので落ち着かない気持ちである。ともかく非常に親切な夫人には違いないんだ。ことによるとこれも昼夜と協力して俺に忠義立てをするものなのかもしれぬ。彼がこんなふうに考えているとき、お民は袖屏風を元のところへ広げ、スルスルと帯を解いて着物を脱いで、やけなように赤い長襦袢になり、いや若旦那、ちょっとあっちを見ていてくださいよ。恥ずかしいわ。こうか？純次郎は言われるままに障子の方へ振り返った。さらさらと絹ずれの音がし、柔らかく人の横になる気配がした。はい、ようござんす。見てちょうだい。と言ったようなかなり危険な含み笑いとともに、お民がそう言った。そこで純次郎は言われるままにそちらへ目を戻した。第十四章、神奈川塾における飛躍の効果。人間はね、食欲とさ、異性相母の譲渡で生きているんだよ。権勢欲とか名誉欲とか、その他もろもろの欲望は従属的なものでさ、根本はこの二つなんだよ。その紙を取ってくれないかね。いや、そっちの小さく切ってある方さ。いや、ありがとう。持ち家増蔵はまん丸な顔で上機嫌に笑いながら手をはたき、三寸角に切った紙を一枚ずつそこへ並べる。山本周五郎作、楽天旅日記、その第13回、第14章、神奈川塾における飛躍の効果、途中まで。2021年5月26日。